北秋田市七日市。周りを山に囲まれた自然豊かなこの場所で農家に転身した女性がいます。こんにちは。こんにちは。宮本さんですか。はい、よろしくお願いします。秋田放送の鴨下です。宮本です、よろしくお願いします。めちゃくちゃ天気よく、宮本明子さん37歳。3年ほど前に自身が代表を務める深沢ファームを立ち上げました。宮本さんのこの畑の名前が深沢ファームじゃないですか、はい、けどお名前宮本さんじゃないですか。そうなんです、場所の名前なんです。あのちょうどあそこにある看板に深沢って書いてるんですけど、ここから発見が深沢という地区なんですが、その地区の名前から畑にちょうど看板があるので深沢ファームって名前にしました。はい、宮本ファームにしようとは思わなかったんですか。あの祖父母からが最初にやってたんですけど、祖父母と私の名字が違うのでこうあのどっちの名前つけるのもなと思って場所の名前にして。宮本さんが野菜を育てている畑は母方の祖父母から受け継ぎました。この日苗を植えたのは北秋田市の特産でもあるししとうです。こんなね、こんな原始的な植え方してる農家いないと思いますけど、多分あの私祖父母からやり方聞いてそのままなんかやってるので。でも原始的だけどやっぱこう土を押さえてあげたりとかやっぱしたいなと思って。丁寧な作業が実を結び、宮本さんのししとうは去年の秋田県種苗交換会で2等賞に輝きました。高い評価を受けたししとうのほか40品目以上の農作物を育てている宮本さん、より気軽に野菜の美味しさに触れてもらおうと加工品の開発にも力を入れています。パウンドケーキや飴、ノンカフェインコーヒーなど全ての商品に宮本さんの畑で栽培した野菜を使っています。中でも人気を集めているのが、ありました、しします。結構目立つようにディスプレイされてます。深沢ファームと宇後町のジャム工房が手掛けた商品ししますです。宮本さんが育てたししとうで作った味噌とジャム工房の人気商品粒マスタードを合わせました。こちらは去年の種苗交換会で1等賞にあたる県知事賞を受賞しています。いきます。最初こうマスタードの粒々感とこう香りがグッとくるんですけど、後からししとう味噌のなんて言うんでしょうね、苦いまではいかないんですけどすごく美味しい苦さが追いかけてくる感じですね。ソーセージとかお肉類とかご飯にもいけそうな気がします。道の駅の運営会社も新たなししとう商品の誕生を喜んでいます。今年に入りましてからもかなり評判が良くてリピーターも多いように聞いております。なんといっても北秋田市の特産品ですので、盛り上げていきたいなって思っております。はい、宮本さんが農家に転身したのは2021年10月。それまでは理学療法士として大館市の高齢者施設で働いていました。主にリハビリを担当していた宮本さん、高齢者の生きがいや生き生きと過ごせる環境づくりについて考えるようになりました。そんな時思い出したのが人里から離れた場所で農業を続ける祖父母の存在。農業を生きがいにしている2人を手伝いたい、その一心で畑を継ぐ決断をしました。その後は3人で農作業を行っていましたが、去年6月祖母の春江さんが癌のため他界。ただ春江さんは癌と診断されてからも積極的に宮本さんを手伝い、最後まで自宅で過ごしたといいます。ちょっと入院しちゃうと祖父と離れなきゃいけなかったんですけど、家にいたからこう仲いい祖父母が最後まで家で入れたかなって思って、その手伝いとかはちょっとはできたかなって思ったりします。
祖父の広司さんは現在も宮本さんをサポートしています。御年なんと90歳です。おじちゃんはいかがですか？お孫さんがお畑を継いで一緒に農作業やってるっていうのは、孫が畑継いで一緒にやるってどんだと。本当にか、いやべだって言うけど、いつもやめれって言うじゃん、すぐやめれやめれって言うじゃん。嬉しいですか？嬉しいですかと。いない。何もや。今やめる。ずっとももう本当始まる前からずっと言って、もう3年目になるのにまだやめろっていう。心配するがゆえについついこうした言葉をかけてしまう広司さんですが、孫との農作業にやりがいを感じ、毎日元気に宮本さんを支えています。これ結構刺してて、あ、キモコの元気だな、元気な姿見るとこう嬉しいし、それでやらなきゃって言ってやって体動いてるの見れば安心するしなと思って。でもともと理学療法士だったこともあるから、その農福連携とまでいかなくても、さっき あのその祖父がこういった畑出ればこう作業するみたいに、こう高齢者だったりとか、障害ある方とかでもいいし、そうじゃない普通の誰でもいいから、こう作業してこう元気に長くいてくれるような何かができないかなって。加工品開発のほか、いずれは誰かの生きがいややりがい作りにも一役買えないかと考えている宮本さん。大好きな祖父母から受け継いだ畑で農業の持つ可能性を探り続けます。